ちゃくちゃ相性がいいんですよ。キムチダレをたっぷりつけて笑っちゃうぐらいうまいですよこれ。はい、始まりました、ケマスクッキング。今日やる料理はね、じゃじゃーん、ちょっとね豆乳買ってきて、ほんでね、ちょっと暑苦しいじゃないですか、だからちょっと冷たいつけ麺作ろうかなと思う。で、今日もまたね、最近は今年はもう中華麺にこだわってるから中華麺でやるけども、まあ当然ね、そうめんでも代用できますよ。だからどっちでもやってもいいって感じで、まあただね、どっちかっていうと中華麺の方がこれ美味しいと思う、実際問題。ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。で、今日はちょっとね、豆乳とキムチを合わせるってことをやるんだけど、豆乳とキムチのこう栄養素みたいなのありますか？はい、豆乳なんですけど、サポニンっていう栄養素が含まれてまして、はい、コレステロールや中性脂肪などの余分な脂質をこう流してくれるっていう効果と、はい、あと便秘解消みたいな。ああ、なるほどなるほど。腸内環境、まあ、腸内環境を整えてくれる感じね。で、キムチもそんな感じじゃない？じゃあ。そうなんですよ、キムチもカプサイシンが発汗作用だったり、うん、新陳代謝の促進なので、なちょっとしたダイエット効果もあったり、あと乳酸菌や食物繊維の効果で腸内環境を整えてくれたりっていう。まあ結構だからこの2つのコンビは腸内環境にとてもいいよね。そうみたいですね、改善してくれるって感じですよね、うん、なるほど、いいこと聞きました。じゃあってことで、じゃあ早速やっていきたいと思います。で、今日のやつはもうめちゃめちゃ簡単ですからね。今こっちね、お湯沸かしてるんで、ちょっとねお湯沸かしながらタレ作っていますから、もうタレの配合だけなんで、ちょっと覚えていてくださいね。じゃあね、今日チムちゃんと 2人分作るから、これでじゃあタレをまず作るんだけど、この豆乳、まあ、いろんなメーカー出てる、今冷やしといたけど、この調整牛乳ってやつね。で、これを、豆乳をまず1人前単位でいきますね。で、こうやってね 150cc 上がってください。それに対してこれですね、毎度おなじみ人間の強み、3倍濃縮で、これをね40cc です。微妙なんですけど、なんて本来は50ぐらいでちょうどいいんだけど、 10cc ぐらいこう少なめに設定します。で、これが1人前の、まあ、分量になってくるんだけど、そしてこのキムチね、自分の好きな味のキムチ買ってきてください。で、こういう感じになってて、で、これをね、あらかじめ食べたい分量ぐらいでいいんだけど、こういう風にこうちょっとこっちに入れちゃう。このタレごとあが入れた方がいい。で、こういう感じで、で、ここはキムチが大好きな人はいっぱい入れても構いませんけど、で、このキムチのによっては、これ案外これ細かい方なんですけど、キムチが白菜が大きめの場合ありますよね。その時はこうやってこうちょっとね、キッチンバサミでこうやって若干こうね、ある程度こうなんていうのかな、麺に絡めやすいように細かくこう切っちゃってください。で、これをね、包丁でやろうとすると、こう結構このキムチのこの赤いのでめっちゃ汚れるんで、こうやってね、もう使う分だけこう丼に入れて、で、細かくしたい場合はこうやってキッチンバサミで切るといいですよ。で、お好きな分量だけこうキムチをこうやってカッティングしてください。そしたらこれが1人前の分量ね、豆乳が150に対してめんつゆが3倍濃縮のやつを 40cc で、これをただ単にこうやってこう混ぜるんです。で、これが1人前の分量と200のちょっと手前ぐらいまで、そしたらこれが1人前の、これでこういうふうにこうちょっとこうかき混ぜておくと、このキムチの酸味と辛味とこの豆乳の甘みがすごくね、めちゃくちゃ相性がいいんですよ。さあ、これでね、大まかに大体は決まってるんですけど、ここにね、やっぱりちょっとね、このね、ネギのアクセント入れるとすごく香りが良くていいので、やっぱね、ちょっとこの赤っぽいタレなんで、この万能ネギがなんかが合います。で、白ネギでも、まあ、もちろん構いませんけど、で、これでこうネギで色目と香りのアクセント入れます。で、そこでこの今日はね、特に中華麺でアレンジするので、油脂分があった方がいいんですよ。中華麺っていうのは油脂分が ある方が麺に辛みがあってめちゃくちゃ美味しくなります。そこでここで辛みが苦手な人はごま油でいいです。で、辛みが結構割と好きな人はキムチにも入ってるんですけど、これね、ラー油が合うんです、めちゃくちゃ。で、これをこうラー油をね、こう好きなだけ、これも好きなだけです。これはね、キムチの辛さと違って、この上に浮いてくる油なので、こう麺に直接ダイレクトにこう絡んでくる分の油脂分になってくるので、それでここに対してのこのね、ブラックペッパー、これをね、ペッパーケーブルって、ね、好きなだけこの入れます。これでね、またね、なんていうのかな、複雑なこのね、ちょっとしたこのカプサイシン系の辛み以外のこの胡椒系のこの辛み入れて、これでね、こうなんていうかな、ものすごい清涼感があるんだけど、
豆乳のコクがあるめちゃくちゃいいこれのキムチダレの完成です。さあそしたらね、あのつけダレが決まったんで、これでねちょっと今日は中華麺でね、でこれはまあぶっちゃけ太麺でも細麺でも合いますよ。まあいつも言ってるけどね、多めのお湯にこうやってこう入れて、でこれは麺はお好きな量を入れてください。成人男性だったらね 1.5 玉ぐらい入れた方がいいと思いますよ。でこれでたっぷりのお湯を入れて、いつも言ってるけどちょっと長めに入れてください。中華麺の場合は水で締めた時にガッと締まる性質があるんで、必ず柔らかめに茹でるのがコツですよ。はい、こんな感じでじゃあ茹でながら、そうめんの時もいつも言ってるけどね、あらかじめね、今この今年の夏はね水道水がねやたらね、もうほんとにあったかい水しか出ないから、できればですよ、こうやって氷水用意しといて、最後締めた方が絶対いいので、あらかじめ氷水用意しといてください。でいつも言ってるけど、持った時にずっしりした感じになるんで、こう見た感じこう透明度が出てくる。でここまで来たら、これでもう柔らかくところまで茹でました。そしたらねこう水出しながら、ね、ちょっとここ冷やしながらやんないと、いきなりやっちゃうとこの流しの方にダメージがある。最初ね、水で流しながら水道水で冷水でしっかりぬめりをこうやって落としていきます。である程度このぬめりが落ちて粗熱がもうほぼほぼ取れました。そしたらこの先ほどした氷水ね、こんな氷水のほうがこれね、これでもうちょっとこのね触っていくと、もう手が冷てえなー、これ冷てえなーってぐらいになると、こう結構ねビシュッと冷えてツヤが出て最高の麺の状態になります。はい、そしたらねこれを今度はこう水切って、今度はねこれをこうある程度水切んないと今度つけだれが薄まっちゃうんで、しっかり水切って盛り付けに行きます。はい、そしたらねどっちが器の雰囲気いいか分かんないけど、こんな感じでね、こんなこうツノコがあるやつにでも結構ね水気が取れるしいいかなと思います。であとこういうねちょっと清涼感のあるこうちょっと中華っぽいやつでも結構雰囲気出ますね。そしたらこれね、まあ、刻みの字なんかをこうね置けるとこの雰囲気出ますね。よいしょ、はい、こんな感じで海苔を乗っけて、今ね食べる寸前に思い出した、そうこれ入れるの忘れた、このすりごまね、これめちゃくちゃ合うからすりごまも入れてね、すいませんね今思い出してよかった。すりごまもう本当に大さじ1杯分ぐらい入れちゃって構わないから、これですりごまを入れて、はい、これで改めまして完成しました。今日の簡単料理ね、研磨寿司豆乳キムチつけ麺の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、あれ早速ね食べてみたいと思います。今日の感じこれですよ。どうですかこのドロッとした感じね、豆乳ならではのねコクとでキムチの爽やかさが混ざって、これはね美味しいですよ。じゃあ早速ねこれを食べる前にいつも通りチューハイタイム、皆さんお疲れ様でした、乾杯。美味しい、もう毎日楽しい、はいはい、ってことでじゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。こう今日は細麺ね、たっぷりこうつけて、このキムチダレをたっぷりつけていただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい、これは美味しいですよ。もう本当に何回も試食して完成したレシピなんで、まあ間違いないんですけど、笑っちゃうぐらいうまいですよこれ。普通にねキムチ入れなくても、まあ豆乳担々つけ麺って、まあ、去年とかもまあまあ僕出してるし、案外こうこの味の構図っていうのはもう元々美味しいのは分かってたんですけど、これにこうひき肉とか使わないでこうどうしたらいいのかなって考えた時にキムチが非常にね合うことが分かったんで、この豆乳のコクにキムチのこの爽やかさとちょっとしたこのピリ辛、あとこの食感がめちゃめちゃ合うんですよね。めちゃくちゃ美味しいタレになってますね。ちょっと地村くん、はいはい、じゃあちょっとね食べてみてください。はい、いただきます。抜群に美味しいよね。これはめちゃめちゃうまいっすよ。クリーミーな感じがもう間違いないですね。キムチって結構ね複合的に、ね、味が入ってるのよ、結構ねニンニクとか生姜とかのこのいわゆるこう薬味というかそういったもの、でこう辛子カプサイシンとかそれがこうタレに入れた時に総合的にこう
効いてくるのね。うんうん、すごい万能でいい薬味みたいなこの使い方って、うん、あんまりイメージないですけど。うん。いったまで食べ、絶対食べない。確かに。ねえ、さっき試食したから。ちょっと少なめにしたけど、うん、どう考えても1点子供欲しいね、これね。細麺となると特にですね。もうあっという間だもんね。まあこれは本当にこの夏、普通のこの何ていうのな、つけだれとかに飽きちゃった人はこれやってみてもらえるとびっくりすると、なんとうまさ。びっくりしますね。びっくりしますね、これは確実に。リピート間違いました。これはリピートすると思うよ。うん、辛みが苦手な人は若干これっていうだけで、うん、辛みが若干普通の辛みがいけるっていう人だったら絶対これハマる味なんで、ぜひやってもらいたいですね。うん、はい、ってことでね、今日のね、この簡単料理、はい、ケンマスチキ超簡単ね、豆乳キムチつけ麺大成功でーす。はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。はい、ここからね、雑談反省会やるんで、よかったらサブちゃんの方に遊びに来てくれると嬉しいです。はい、じゃあまたねー。